はい、どうも、ドクペスキーです。やっほー。というわけで、今回はこちら、生き物図鑑ダンゴムシシリーズのダンゴムシ以外、こちらをね、紹介しようかと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。というわけで、ダンゴムシ以外は出てきたのはこちら。生き物図鑑のダンゴムシ04、ダンゴムシとまんまるコガネ。2019年8月から登場だね。で、これ、まんまるコガネはさ、2000%の大きさなんだよね。なので、20倍の大きさで登場になります。基本、まんまるコガネってさ、超小さいんだよね。それがこんなさ、実際手に取れるぐらい大きいサイズになってるっていうのが面白いよね。で、これ第1弾の、第1弾っていうか、まんまるコガネの第1弾になるから、とてもね、足の組み合わせがそんなよろしくないっていうところがあるんだよね。畳むときに、この、不摂の部分が全部干渉しちゃうんだよね。ちょっとこれが惜しい感じではあったの。で、こんな感じで曲がった状態になってしまうのは、まあ、しようって言ってはしようかな。でもね、このまんまる公園出た時、すごい可愛い、可愛かった。超可愛いんだよね。で、こんな感じ。で、まんまる公園はほぼほぼね、最初から完成形でさ。で、お次がこちら。ダンゴムシ05。ダンゴムシとダイオウグソクムシから、ダイオウグソクムシ。こんな感じで丸まった状態で、スペーサーが挟まった状態なんだよね。こういう風に、ガチッと挟まってんの。で、丸まるっていうか曲がってるが正しいか。で、このね、一番後ろの、尾っぽの部分を展開できて、足をね、こういう風に展開。基本的に丸まるっていうかもう、広げた状態がデフォになるからね。で、この足のさ、4対がさ、かぎ爪状になってんのがゲイコマ。お顔の方の触覚に関しては、後のね、ダイオウグソクムシのシリーズの方ではなんか逆についてすることもあったんだよね。かなり完成度高い。いやー、丸まんないからさ、変なピンもないっていうところがすごいよね。これが農協シリーズ。一瞬だけ登場したね。色がエビみたい。ね。で、お次に登場するのはね、こちら。ダンゴムシ06に、それぞれ、まんまるコガネのパールグリーンとトラフクラッパーが登場したんだよね。で、この時点で、ツルッツルの、表面になってんの。これ好きなんだよね。緑色っていうところもなんかいいよね。黄金虫っぽくて。お顔に関しても特に変化なし、艶ありって感じになってるかな。全体的にもうね、ツヤツヤなのよ、これ。ただまあ、成型色まんまで、目のところに黒くなってる感じ。裏側が茶色でこんな感じにさ、触覚とかに関しても変化はなし。ただここね、足のね、収納するところに溝がつけられるようになって、収納がきれいに入るようになったんだよね。これが大きな変更でさ、超綺麗に畳まれるの。これすごいよね。じゃあ、この時の確かね、メタルっていうかメッキバージョンの、まんまるコガネ出たんだよね。懐かしいな。こんな感じで、不摂がね、畳まれて入ってます。ちゃんと溝があるんだよね。なので、収まりがすごい良くなったの。で、後のシリーズはまあ、第1弾と同じような、ちょっとザラッとしたというか、手触りがマットな感じになるんだけど、今回のこのパールグリーンだけツヤツヤなのよね。という感じ。で、このトラフカラッパ。これは後々カニのシリーズでも登場するけど、これがパーツ2すごいんだよね。で、カニの初登場だよ。で、目のところはね、若干緩い気はするんだけど、それ以外に関してはもう本当に、可動フィギュアとして、カニみたいな感じでびっくりした覚えがある。足のパーツ数とかもすごくてさ、動きの制限も入ってることで、よりカニらしさっていうのが出てるんだよね。ほら、カニってさ、一方向にしか動かないパーツ、関節多めじゃん？なので、これはすごいリアルなんだよね。しかも塗装箇所も地味に多いの。これびっくりだよね。ただ、ポージングに向かうかというと、微妙に、テンションがちょっと緩めって感じの部分は多いかな。バランス取るのもちょっと難しめだったしね。こんな感じ。で、お次がね、ダンゴムシ07。もうこの後になってくるとずーっとさ、違うものくっついてるよね。ダンゴムシとアルマジロトカゲのやつで、このアルマジロトカゲ。これが一世を風靡したよね。このドラゴンみたいな見た目でさ。2種類あるんだけど、とりあえず今回は普通のアルマジロトカゲで、スミレに関しては自分でしちゃったんだけどね、これ。で、別バージョンでスミレバージョンっていうのが、レア枠でラインナップされてんだよね。ただまあ、個人的にはこの通常バージョンに墨入れする方が結構綺麗かなーって気はします。で、これが、
に、アドバンスの方に出たような感じのアルマジオトカゲ。すごいよね。大きさ的にはまあね、値段3倍するか、4倍するからさ、これに関しては仕方ないんだけど、よっこれがさ、500円出たよなーって思っちゃう。いや、これほんと人気あったね。で、こちらがね、まん丸小金のメタリックブラック。ラメイリアンブラックになっていて、内側の方も黒になってるのが特徴かな。で、触覚とかもここら辺ずっと一緒なんだけど、足の収まり方が、パールグリーンの時のような溝がつくようになって、しっかりと収まるようになってるよね。配色的には第一弾の方が好きではあるんだけど、ただまあこちらのね、足に関してはすごい収まりが良くなっております。しかも真っ黒。黒い甲虫っていいよね。で、最後こちらが、ダンゴムシとミツオビアルマジロウ、ダンゴムシ08の登場だね。2021年の6月のやつ。で、これでもまん丸小金は、シンクカラーっていうので登場していて、まあ、赤っていうか、ブラウン赤みたいな感じで、綺麗な色合いでさ、見た目的にはもうダンゴムシリスにもう、必ずつくって感じになってたんだよね。もし新作が出たらまたつくのかな。それはそれで嬉しいけど。で、もう一つが、ついにね、哺乳類がつきました。ミツオビアルマジロ。アルマジロでも唯一丸々ってことはできるアルマジロだね。こんな感じでね。手足と尻尾と頭。で、蛇腹状の背中。内側に関してはまあ若干ね、リアリティには欠ける可能性はあるんだけど、ただまあ変形機構としてはすごい優れた感じ？ただまあ哺乳類初だからさ、まあ毛の表現とか色々あるもんね。まあこんな感じで、ダンゴムシリーズに登場したダンゴムシ以外でした。今回このような感じで終了します。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、また。またの。